そもそもね、安倍晋三が国葬に値するかどうかですよね。安倍坪蔵が武漢肺炎を日本に招き入れて、そしてその結果4万2000人以上の人たちが亡くなっております。でそれ以上の人たちが後遺症で苦しんでるわけですね。これだけ多くの同胞に地獄を見せてるね、この安倍晋三が死んだからといって冥福を祈れ、11位を追贈しろ、国葬しろ、なめとんのかち話なんですよね。だから桜井だけがですね、あの参議院選挙の時の最後に桜井だけがこんなやつの冥福なんか誰が祈るかいとこう叫んだんです。安倍の滞在は絶対に消えないと。あの時ね、これだけはっきりとですね、安倍晋三に対して怒りを表したのは日本第一党桜井誠ただ一人でございました。他の人間は怖くてこんなこと言えなかったんです。安倍の国葬をやめろとか言ってるね、共産党も冥福祈るとか言ってたんですよ。令和新選組の山本太郎も冥福がどうのこうのと言っておりました。立憲民主党から維新の会からね、どいつもこいつもです、どいつもこいつも冥福を祈るとかアホなこと言ってたわけですね。その中でたった一人冥福なんか祈れるかいと叫んだのが桜井誠でございます。なめるなやっちゃ話なんですよ。いやね、本当にね、日本人としての意地がないのかというですね、4万2000人も人ぶっ殺しといてね、冥福祈れはないだろうと。いやね、今回の国葬にしてもどうしてもやるんだったら4万2000人、あんたが殺した4万2000人も一緒に国葬にせえやっていうですね、当たり前だろうよそれが。人の命にね、区別をつける、差別をつけるって言うんであるならば、じゃああんたの殺した4万2000人だって同じ命なんだから。一緒にね、あんた国葬に伏してやりゃいいじゃないかよ。もうね、ろくでもない人間ばっかりがね、今の政界にバッコしてる状態なんですね。だから言ってるんです。日本第一党桜井誠の運動はね、結果を求める運動じゃないんだ。いやもちろんね、結果を求めて頑張ってる皆さんもたくさんおります。それを否定してるわけじゃないんです。ただ桜井のね、運動というのはそれ以上に大切なことがあるんだっていうことを皆さんに訴えてるわけですね。